けるな。この番組はポーラ化粧品、日本リーバとご覧のスポンサーの提供でお送りします。デブ、次お前の番。ちょっとタンマ。桑田。上原、酒やってくれ。はい、もし。みかっち、店聞いてくれた？うん、今日のパーケーあるんだよね。松坂は？みんなの後でいいよ。どうして新入部員のあいつだけにフリーバッティングなんか。あいつにお前のスパイク磨かせるのか。すげえ、さすが立花秀夫、2年連続関東大会優勝の4番バッター。いくらスラッガーでもあいつ一人だけの力じゃ優勝できないんだよ。そういえばあの時の優勝ピッチャーどこ行ったんでしたっけ。こがちゃん、あの話考えてくれた。話？もうとぼけちゃって、うちのサッカー部のマネージャーになるって話だよ。あれですか。でもお断りしましたよね。私サッカーのことよくわからないし。そう言わずにさ、
俺みたいなストライカーがわざわざ誘ってんだよ。お前結構可愛いし、特別に面接パス。国立で見るキネ君マージうっとりだ。私校舎の方が好きですから。今なんつった、なんつった、なんつった。あいつら裏庭でキャッチボールしてるだけの愛好会じゃん。あんなしょぼ軍団甲子園無理。いいじゃないですか、別に夢なんだから。ちょっと待ってよ、君みたいな可愛い子をインターセプトしないでスルーパスできるわけないじゃんよ。この天才ストライカー杵龍太郎のシュート見たくないのか。え、見たくないのかよ。この10番切るために。いったいった、誰がんなことしやがって。魔王様の迎えるようなスピンサーブ、憧れるわ。そうだ、私もガトの選手を。サラポワ。おい、ありがとうございました。サッカー部、キネ君って部活でもあんな感じなんですか。あ、あいつキネっつんだ。俺今日入ったばっかだし。うちに野球部なかったよな。やっぱり知らないですよね。ここ愛好会ならあるんです。今度試合もありますよ。ありがとうございました。それが国見ヒロとの初めての出会いでした。サラパー様の流れるようなスピンサーブ、憧れるわ。私もバットの点数58ポンドに変えようかしら。力強いバットでダブルで打てる。盗撮な。バカ、取材だよ取材。投稿とかすんだろ。全部飲むなよ。お、サラパーパンツ見えた。え、どこ、バカ。あっち、お好みでも食って帰る。お前のこっち腹減ってんの。なわけねえだろ、新聞部なんて暇ネタ集めてるだけだしよ。で、どこだよタラポは。じゃあなんで入ったんだ新聞部。ミカリンがさ、一緒に入部してくれたら野田くんの彼女になっちゃおうかなっつったの。ミカリンと隣のクラスの女子マジ可愛くってさ、家がカメラ屋でこれもそこで12万。あー、俺もついに彼女第1号。また泣きメール送ってくんなよ。で、腰は。ああ、結構いい感じ。最近植竹先生のとこ行ってねえけど。 お前は肘の調子。たまらん、実に残念でたまらん。君の肘はこのまま投げ続けたらあと3ヶ月で確実に壊れる。いわばガラスの肘だ。会長、あんたたちあんなチームに負けて悔しくないの。次負けたらもう絶好だからね。分かった。昔の光みてえだな。もっと威張ってたっつうなあヒロ。ん、俺たち元西南中黄金バッテリー、なんかしょっぱくね。バン、今時野球なんか出せんの。まあな。怖い。ん、すいません。今日監督ずっとひでちゃんのこと見てたね。夏の大会のレギュラー取れそう。お前を甲子園に連れてくって約束したし。あ、ヒロね、サッカー部に決めたって。いいんじゃないの、あいつの運動神経なら。幼稚園の時からちょろちょろしてたから結構向いてるかも。どうすっかな。もし俺がヒロみたいなこと言われたら。肘が壊れるまでやりそうだよヒデちゃんは。野球しかないもんな。
って。ただいま。おお、ひどかり。今日の父さんの鶏魚介伊勢海老カレーがめちゃくちゃうまいぞ。何でもいいよ、すぐ食えんなら。待て待て待てよ、やめ、落ち着けよ。あと3時間はな、じっくり煮込まれとな。お父さん。私お腹ペコリンちゃん。今ね、カレーに愛情いっぱい入れてるから待ってて。お父さん。私も好きよ。ナブカ。あ、ヒロ、うちの社長令嬢がお前と同じ高校に入学されたそうだから失礼のないようにな。名前古賀、あれなんだっけ。もうこの忘れっぽさん。ちょっと部屋行く、行こう。また袋閉じ破ろうとしてただろう。今日はカレー。太郎さんまた凝ってんだな。さくら、ヒロの分も用意してやってくれ。はい。ああ、ヒロちゃんいらっしゃい。ごめん、いつも。いいのよ、うちなら。あ、ヒロちゃんの注文してた本ね、届いてるわよ。お父さん、ヒロちゃんの本。ああ、はいよ、サンキュー。光は今日はまだだな。ちょっと遅いんじゃねえの。あいつもちょっと思うだろ。よっ、あっち。わざわざ遠回りしてこんなんと。こんなのって。言っとくけど、お前なんか絶対襲われねえから。うっさい。あんたなんかまた袋閉じ破りに来ただけでしょ。お前らも相変わらずだな。じゃあ俺帰るわ。光、日曜の応援よろしく。うん、頑張ってね。スタメンだろ。4番だよ。一発いくからな。じゃあね、ヒデちゃん。じゃあな、ヒロ、またな。おう。あ、今日はカレーだ。ただいま。おかえり。もう本当困るよね。三軒隣のバカヒロがうちを松屋かなんかと勘違いしてた。本当すいた。え、ヒロちゃん上がんなさい。Is the lady who wanted to see you となります。この場合、先行詞の C が人で、なおかつ主格の働きを持つ関係代名詞ということになり、 Who を用いるか、もしくは That も使えます。 That は先行詞が人でも物でも使え、主格でも目的格でもありますが、所有格はありません。先行詞が物でも、もしくは動物の場合には、例えば the camera which you bought last week など、先行詞のキャメラがあるので、もしくはこの場合もダーこれだって、私の撮ったのちょっとダメ、ダーが特に好んで用いられるのは、先行詞が次のような語句を含む場合です。Is she your friend? My friend. マクガイア、サミー・ソーサー、マルチネス。えい！マクガイア、サミー・ソーサー、マルチネス。Ah!
でください。でもついちゃう。サッカー頑張ってるんですね。国立目指そうと思って。甲子園の方が素敵ですよ。そっか、私の家族みんな野球好きなんです。毎年夏になるとビールに枝豆、そして甲子園みたいな。うちで小学3年生の時に甲子園に連れてってもらったんです。野球やってるお兄さんたちがすっごく羨ましかった。私も一緒にあそこで野球したいって泣いてたそうです。だからマネージャーの募集なんてなかったんですけど、愛好会に押しかけちゃいました。そっちはずっとサッカー部だったんですか？初心者。昔もボール系だったけど。分かった、卓球ですね。卓球って隠す人多いですよね。そうかそうか、卓球か。じゃあもしかしてモテなかったです？悪いかよ。野球やってればよかったですね。なんで？だって野球やってる人はみんなかっこよく見えますよ。これサンキュー。あ、私1年2組の古賀遥です。俺国見。お疲れ様でした。ねえ、今日ジョージのパルコ寄ってかない？サマースで超可愛いバッグ見つけたんだけど。行く。私も無印でプリ超買いたいし。はるちゃんも行くよね？あ、私ごめん、お小遣いきつい？なわけないよ、はるか超お嬢様だもんね。練習に行くんです。明日試合あるから。試合？そう、結構強いチームらしいんだよね。でもどうせ負けるんじゃない？愛好会だよ、みんな頑張ってるし。ねえ、明日応援来てくれないかな？無理、一郎みたいのいないの。そうそうそう。ああ、ちょっと何してんのよ、秋葉系。キモい、電気泥棒、電気泥棒だよ。止めてよ。何？泣いた。え、試合中止になっちゃったんですか？え、試合中止になっちゃったんですか？ピッチャーがぎっくり腰になったってさっき商店会長が謝りに来てさ。え、あの試合って商店街の皆さんと？軟式の草野球チームぐらいだよ、うちらの相手なんてしてくれんの。つうかマジ当たったら痛くねえこれ。じゃあ野球なんかすんなよ。お前もだろ、ケビン山崎のとこ行けよ。もう行ってるよ。明日の試合グラウンドキャンセルしとく？すみません、先輩たちの引退試合。いい、気にするな。ちょっと待って。お母さん、俺明日の試合なくなったんだって。そうですけど、何か。先輩たちマジお困りっしょ。ファンタジスタキネ君がアシストしてやってもいいんだけどね。え？俺たちのコラボ引退記念特別試合。見つかりました、明日の試合の相手。どこのチーム？うちのサッカー部です。
清原、桑田、国保、上原、松坂、スター軍団だな。ペタジーにいねえのか。清原はあいつだよ。腕立てしてやってるし、桑田あいつか。先輩行きますよ。松坂はどれだ。あ、弱そうだな。すいません、本番はもうちょい手加減して投げますから。キネ君、野球を舐めてると罰が当たりますよ。俺はそっちの班でも考えてんだ。それに俺がマジ投げしたら取れるやつがいねえんだよ。ええ、俺やりましょうか、キャッチャー。お前ちゃんと取れんだろうな。また話し出しても知らねえぞ。あの人、あ、すいません、また割り、どうぞ。CM 部です。今日は皆さんの試合の模様をバッチリコーナー CM で取り上げちゃいます。おい、なんだその球、ふざけてんのか。肩弱いんだよ。それよりカーブも投げられんだろ。そんなもんこいつらにはもったいねえよ。よし、ウォーミングアップ終わり、試合始めっぞ。よし、決めろ。サッカー部と野球愛好会、試合始めます。レッ、よし、頑張れ。毎度どうも、後ではまたお届けしますから。どうもありがとうございました。よいしょ。こんにちは。お、ひかりちゃん、いらっしゃい。あの子、今朝寝行ってんのよ。今日はちょっと早く終わるかもって。お、なんか冷たいもんね、お前。いつもありがとうね。うちこんなもんしかないけど、酒屋だから。ただいま。あ、おかえり。早かったね。大会近いし、今日はゆっくり休めってさ。そうそう。ねえねえ、ひでちゃん小学生でも大きいね。バスとかさ、小5で大人運賃払えって言われてた。ヒロなんか私に追いついたの中2の終わりだよ。この頃なんてこんなもん。いつも後くっついて弟に間違えられてキレてた。ユニフォームだってブカブカだったし、あれは完璧切られてるって感じ。中1の紅白戦だったかな、初めてあいつのピッチング見た時、すんげえ大きく見えたよ。少年野球の4番エースだった俺にブカブカのユニフォーム着たチビがいきなり3球三振、信じらんないくらい速くてさ、なんだこいつってマジ鳥肌立った。そんな対決もう見られないね。あ、ねえねえ、この子誰？ひでちゃんの後ろでいつもブーたれた感じの子。俺がチームに入るまで4番でエースだったやつ。消えのいい顔持ってたけど、しばらくしていなくなったんだよ。これもらっていい？うん。この子今も野球続けてるのかな。そう、でもあのまま行ってればかなりいいピッチャーになってるかも。なんて人？ね、ん？ダメ？読め？キネ君、頑張って。トライ！あった！みんなキネ君マジックにかかっちゃうぜ。イエーイ、イエーイ。あいつなかなかやるじゃん。キネ、イエイと。はい、もうちょっとバット短く持った方がいいっすよ。え、おー、はい。もうちょっと脇締めてください。うん、うん。あー、あー、バルボー、ゼンだよ。ストライク、バッター。
ませんが。ひねったもっとちゃんと真面目に走ってください、そうしたら楽々ランニングホームラン。危ねえ危ねえ。絶命の大ピンチを迎えております。さてこの後一体どうなるんでしょうか。呼ばれてるな。新聞にそう書いておいてください。頑張れできるよ。声出していこう。声絶対つないからな。浮かれてんじゃねえよ。桑田先輩頑張って。ボール見てこ。いいやんだから行けよ桑田。ワンタンペーン。よし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 。すごい桑田先輩。何やってんだお前、ちゃんと取れよ。遊んでんじゃなかったのかよバーカ。点までやることはねえんだよ。
話。うちが勝ったらお前がサッカー部のマネージャーになるんだよな。え、そんなこと聞いてねえよ。はるかちゃん、俺たちいつもコールド負けしか。1年国見、ただいまをもってサッカー部退部します。ここまではポーラ化粧品、日本リーバット、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。1年国見、ただいまをもってサッカー部退部します。1年国見です、よろしくお願いします。俺も同じく1年、野田敦、よろしくお願いします。入会早々僭越ですが、俺を代打に使ってください。出ないよヒロ。そっちは野田も留守で、あいつら寝てんのかな。せっかく誘ってあげようと思ったのに。カラオケは？国見、お前もつくづくバカだな。5回裏で8-1、もう決まりだよ、こんな試合。決まらねえよ、野球ってやつは。どんな点差でも最後のスリーアウト取らねえ限りはな。うるせえ。アウトのない試合の面白さを教えてやるよ。
る回る。おい、国見の入部届ね。野田、あの二人関東大会の優勝バッテリーだ。え、そうだ、西南中のエース国見広だ。全国クラスのピッチャーだ、そんなにすごいんですか。バッターアウト。はい、君たちホームランのお祝いにチェリーを。ありがとうございます。チェリオだ。腰は悪くね。肘は知らねえ。こんだけ投げりゃ最後かもな。光、これ見てたら笑うな。あいつひでえんだよ。俺が肘のこと言った時、あんたから野球取ったらただのバカ、肘の痛みぐらい根性で治せ。だからお前は野球やめられたんだろ。もし光が完全に野球やめろって言ってたら、お前は肘壊すまで投げ続けてた。野球しかないお前にせめて草野球できるくらいののりしろ残しといてやりたかったんだ。小4だっけ、お前と初めてバッテリー行くんだろ。ちくしょう、忘れかけてたのにな、お前のボールの感触。迷惑だからこれでもう最後にしてくれよな。派手に勝って締めようぜ。お願いします、一発ぶつかましちゃってください。キネ、お前のカーブが見てみてえな。やばい。誘っといて振り逃げか。みっともねえな。予想以上にキレが良かったからな。ヒロはカーブが来ると分かっていて空振りした。けど俺はもう一度予想以上にキレのいいカーブが来ると分かっている。あ、おお、そういうこと。遊んでもらったお返し。あのピッチャーどっかで会ったような。はい、
イ、スリーボール。あと一人。昼まで回った。来てたのかよ。ん？何ですか？中学の連れで名和一高の立花で、隣にいるのがあいつの彼女の光。俺たちの幼馴染なんだ。どうですか、解説の立花さん。中学の時、ヒロはさよならヒットだけは俺より多かった。9回のあいつは一番頼りになるんだ。国見くん頑張って。高校初登板、4イニング無失点。やべえな、俺たち超有名人じゃん。お前ももうエロ写真撮れねえな。優勝した中学の時思い出さねえ。確かあん時もこんな感じだったよな。ああ、ここだったんですか。ずっと探してたんですよ。この前はお疲れ様でした。二人ともすぐ帰ってやって、お礼も言わせてたから。サッカー部入ったの？部員の皆さん全員に焼肉ごちそうしたら許してくれました。国見くんって本当はすごい人だったんですね。卓球部って思ってましたけど。じゃーん、これ作ってみました。うちの学校、野球愛好家を知らない人が多いんですよ。だからもっと宣伝して人を集めたら野球部だって作れるし、もしかして甲子園だって。言っといた方がいいよな。俺は腰、こいつは肘のドクターストップ。え？だから野球はもうできないんだ。あれは俺たちの引退試合。じゃあ、なんで？あんな試合、野球の神様に失礼だ。私ラッキーだったんですね。国見くんが投げてるところちゃんと見れましたもんね。あの、ちょっとかっこよかったです、野球やってる時。
入会希望の方ですか？ちょっと。ヒロ、新しい部活決めたか？検討中。ここ数年、桜山公園で確認された中では一番の。お前、ミカリンは？カルガモファミリー。終わった。ごまたもかけててさ、大学生の本命までいたらしい。ありえねえっつーの。次はサラパー様、世界的にも事例がないと貢献に。外人行くかな。いつも静かな桜山公園ですが、ふにみくん、子育て発災中、忙しくも幸せ。お願いがあるの。愛好家のコーチやってもらえませんか？それでは次のニュース。コーチ先輩たち、あの試合からやる気出してるの。しばらくの間でも構わないからね、お願い。柄じゃないよな、ナーチ。いや、俺ちょっと興味あるかも。私は今、両日が開業していた委員にいます。昨夜の騒ぎは嘘であったかのように、今はひっそりとしていて、住民の姿もほとんど見えません。ドアには都合により休診となっています。医師法違反の疑いで逮捕されたのは植竹宏容疑者52歳です。植竹容疑者は平成元年から今年にかけ、医師免許を持たないまま委員を開業し、診療を行っていた模様です。押収した資料には有名スポーツ選手などのカルテも多数含まれており、植竹容疑者は名医と呼ばれることが快感だったと供述しており、警察では無罪の可能性も含め捜査をしているもようです。うさんくさい顔よね、この男。はい、ありがとうございました。次はそのコーナーです。ガラスの肘？ガラスの肘。うん。丈夫な、いい腰してるだと。お前は？40歳で150キロはいけるだと。始まってんな、5時間目。今日ぐらい、どうせ頭入んねえし。体育だけで。マジで？損した。じゃあ祝いにこれでも言ってく。それより腹減った。またがっつり食えるよ、豚もだん。ミックスとネギ醤油焼きもな。でどうする？何が？本気で甲子園目指すんなら転校もありだろ。転校なんてかっこ悪いと思わねえか？ちょっとな。でもうちじゃどうしようもねえよ、愛好会しかないんだしさ。明和一高で西南中クリーンアップ復活。俺たち今なら秋から秀夫と甲子園目指せんじゃん。おう、シャイ君。どこ？どこ？どこどこ？どこ？いねえよ。行け行け矢島！行け行け矢島！どこよ攻めは！学校生矢島！おう！行け行け矢島！行け行け矢島！光！
二人とも体なんともなくてよかったね。秀夫はもうすぐ。ヒロ、うちのお母さんも赤飯炊き出す勢いだったんだから。ヒデ、うん、ちゃんまた一緒に野球できるってすっごい喜んでた。あ、転校届いつ出すの？手続き早めにしなさいよ。名和のことなら私がちゃんと教えてあげるから。ヒロにもきっと似合うと思うよ、あのユニフォーム。してたんだ。初戦の初打席は甲子園の第一歩だから絶対決めてやるって。幸せだな、あいつと対戦できるピッチャーだったら。答え決まったな。最後の最後だよ、気が変わんねえうちに行くぞ。なんか期待がいがあるような、この先輩たち。大変だわ。おかげさまで。じゃあもしかして。今日からよろしく。どうもありがとう。来てくれて本当に心強いです。これで甲子園だって夢じゃないですよね。先輩たちにも教えてあげなきゃ。すいません。ごめん。やっぱ俺できないよ。ヒロ、できないよ。あの時国見くんの顔から本当の気持ちは見えませんでした。Oh, 記憶の
さんでどういうことですか。野球などだろ。本気でセンターで野球するつもりか。勝ちゃいいんですよ。野球やらせてほしい。本当に愛好会に入ってくれるんですよ。関川高校に野球部を作れ。楽しみだよ、ヒロとの真剣勝負。一緒に信じよ。いよいよだな、エグゾしてよ。